体が痛いです。どのような いっぱい蹴られて、はい、もうちょっと弱いかなと思ったんですけど、すごい強かったです。そうですね、もっとまあちょっと攻撃をしてくるタイプだったんで、ちょっと違ったですね。結構最初の試合の最初の方に果敢に足関節を取りに行く場面が見られたんですが、そこで、取り切れなかったといったら申し訳ないかもしれないんですが、そうできなかったのはご自身ではどういうふうに思っていらっしゃるんでしょうか。まあそうですね、実力が足りてなかったなと思います。そうですね、まあそのできないことをできるように練習するっていうことですね。はい、打撃ありの方が足感を耐えてくるなとかっていうことってあり得ると思いますか。まあそれはあると思う。やっぱ興奮してるんで、ちょっとやそっとじゃやっぱり参ったしないですよね。あ、なんですか。まあやっぱこう MMA でそう組をやるとすごいやばいなっていう危機感があるんで、そういうのをやっぱり体験しておくと、まあグラップリングするときにすごい余裕が出るというか、まあそういう意味ではやっぱりなんですかね、グラップリングの練習になってるなっていうふうには思います。